イマジネーションの海を旅する皆さん、こんにちは。やっと会えましたね。私は皆様がこの港を訪れるのをずっと楽しみにお待ちしておりました。あ、ご挨拶が遅れました。私は皆様を新しい旅、クリスタルウィッシュジャーニーへとご案内するクリスタルの世界からのメッセンジャー、クリスタルブルーです。以後、お見知りおきを。もしかして皆さん、私のようなクリスタルの世界からやってきたものと出会うのは初めてでしょうか。どうりでクリスタル慣れしていないと思った。では簡単にご説明を差し上げましょう。クリスタルの世界、それはこの海を旅する旅人たちの願いや思いが集まって、それが結晶化した光り輝く特別な世界です。ご覧ください。これが今回のジャーニーを光り輝かせるキーとなるクリスタルです。青い、これはブルーですが、あちらにはグリーン、そして向こうにはレッドのクリスタルがあり、それぞれ私のようなメッセンジャーたちが皆様旅人たちをご案内しているところです。あ、ご覧ください、レッドがこっちに向かって手を振ってますね。振り返してみましょう。おーい、赤い。多くの願いに導かれ、今日こうして素晴らしい友人である2人と出会えて、皆さんも喜んでいることと思います。さて、私たちのクリスタルにはそれぞれ深い意味が込められています。その意味を知ることができたとき、クリスタルが皆様を新しい旅へとお連れすることでしょう。しかし、クリスタルウィッシュジャーニーは皆様一人一人の願いがなくては始められません。さあ、自分の胸に手を当てて、心に追いかけてみてください。あなたの願いは見つかりましたか？では、今から皆様の願いを集めるためのクリスタルウィッシュダンスを練習していきたいと思います。私の後についてやってみてください。まずは右手を胸に当てて、強く握って願いを込めたら大きく手を開きましょう。今度は左手も握って開く、これを繰り返します。右手を握って開く、大きなあくびだ。左手を握って開く、今度は両手をクロスします。グーからパーにしながら、右が前、左が前、手首を返して開いたら、右手を胸に左手を重ねて大きく開きましょう。これをもう一度クロスクロス、回して開いて、心の願いを確かめたら大きくウィッシュ。あ、ウィッシュ言わなくて大丈夫です。私、このダンスを考案するのに実に15年の歳月を費やしました。まさに努力の結晶。では今度はリズムに合わせてやってみたいと思います。少しだけ速くなりますよ。では参りましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。右手、左手、もう一度右手、開いて、左手、次はクロスです。はい、クロス、クロス、回して開いて、胸、胸、もう一度、はい、クロス、クロス、回して開いて、頭に戻ります。右手、左手、そうです。今度はクロスクロスクロス、回して開いて、胸胸、ウィッシュ。最後は人差し指を高く突き上げて、きらめく海へ。どうもありがとうございました。ダンスが苦手な方はきらめく海へのポーズで願いを届けましょう。どうやら皆さんの願いがクリスタルに届いたようですね。ほら、耳を澄ませて。
は君たちの持っているクリスタルにある。クリスタル？クリスタルが君たちを新しい旅へと導くだろう。
それが混じり合えば様々な色、様々な願いとみんなのクリスタルはどんな色か。 You wish upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
答えだ。もしもし、僕のクリスタルは透明だね。そして今、君の心にある願いは、それは大好きな仲間たちと楽しい旅を続けたい。ドキドキする冒険や新しい発見をしたり、素敵な思い出をいっぱい作ってみんなを元気にしたい。まあ、たくさんあるのね。みんなのお願いが集まっているみたい。赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。そうか、ミニーの